柏研修センター国土交通大学校は東京都小平市に本校を設置する国土交通省の省庁大学校である。国土交通省職員及び国土交通行政に関わる地方公共団体、独立行政法人職員等を対象に研修を実施し、行政能力や専門知識の向上を図ることを目的としている。国土交通大学校は2001年の 中央省庁再編により、建設省所管の建設大学校と運輸省所管の運輸研修所が合併して誕生した機関である。施設は、旧建設大学校の小平本校と、旧運輸研修所の柏研修センターからなる。小平本校の遠隔は、陸地測量部発足時に置かれた、おさむぎ所にまで遡ることができる。その名残から、小平本校では主に建設行政、 技術に関する研修を、柏研修センターでは主に運輸行政に関する研修を実施している。公務員等の研修施設としての大学校の一つだが、国土交通大学校では数日から1ヶ月以内の短期研修がほとんどで、最も長い研修でも、国土地理院の技術系新規採用職員が受講する普通測量化研修の1年である。 郵便番号187-8520東京都、小平北平町2-2-1郵便番号277-0822、千葉県柏市柏の発三の11-1、ありがとうございます。